月りんご文化。これね、ちなみに奈良の大和高田市の会社で、ああ国産プロテイン。大和高田の方ちょっとちょけはんねん。嘘やろ、これでプロテインだ。これやめられへんで。おいしいわ。やる気元気マリアチャンネルでございます。よろしくお願いします。さあ、感謝祭も終わりまして、はい、そろそろ次へ向けて、うん、また新たな森脇さんの体を改造していかなあかんなというところで、はい、今回ちょっとこんなものを用意しました。 B レジェンドのプロテインでございます。こんなプロテインあるんやね。まあプロテインが流行ってるのもありますし、うんうん、森脇さんもプロテインのコーンフレークを飲んでいる、食べていると。もう最近飽きたから食べてない。まあ、飽きたわ。飽きたんかい。飽きた。やっぱ人間飽きないために一番ベストなのはやっぱ味でしょ。うん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 、というところで今回このね、うん、B レジェンドさん、これね Amazon で2380円なんですけど、トライアルパック13種類ということで、これ全部味が違うんですよ。へえ。これを飲み比べてもらって、その中から美味しいやつを選んで買えば失敗せえへんでしょうという。今日はこの気分、今日はこの気分みたいにすれば飽きずに飲めると。うわ、考えてある。それはええわ、もうプロで飽きんね。とにかく実はね、ちょっとね、ちょっとだけ実はこの B レジェンドさん癖がありまして、なんでかよくわからんけど、うん、味の名前何々風味ってついてるんですけど、はい、なぜかちょっと変な味の名前がついてるんで、ちょっとそれをまず森脇さんに当てていただきたいな。はい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 。じゃあリンゴ味あると思うんですけど、うん、リンゴちょっと一回探してもらっていいですか。リンゴ、これそれですね、うん、それリンゴ味、普通やったらリンゴ味じゃない。はい、それちょっと剥がしてもらっていいですか。何、すっきりリンゴ風味って言ってる。じゃあすっきりリンゴ風味なんです。すっきりリンゴ風味か。これね、ちなみに奈良の大和高田市の会社で、あ、国産プロテイン。大和高田の方ちょっとちょけはんねん。大体大和高田の人は地域の問題ちゃうでしょ。ちょっとちょけはる人多いわ。さあ森脇さん、うん、バナナ味。オーケー、これか。それ何味を思います？ん、そんなバナナ味や。おお、大体わかるわな、大和郡山の人が考えんのは。正解。そんなバナナ味です、うん、次何？メロン味わかりますか？これか。はい、君にメロン味。あー、惜しい、惜しい。違う、はい、正解見てください。君にメロン味を思ったといたんや。はい、正解はメロメロメロン味です。絶対大和高田の人考えるの大体わかるわ。僕と感性一緒やわ。コーラ味いきますか。え、コーラ味。あ、これね。おい、コーラ味。近い。でもまあほんま感性は一緒ですね。感性一緒やで、大体山の中。感性は一緒です。見てください、答え。おい、コーラじゃなかった。正解は一杯飲んどコーラ味です。ああ、一杯飲んど、これは感性一緒じゃないわ。あれ違う、これ違うかった。これ違うわ。これはこれ、ちなみにコーヒーでしょ。キャラメルコーヒーなんです。これめくってみてください、何味か。こっちコーヒーって、ね、こっちコーヒー、そう思うでしょ。これだけね、キャラメルコーヒー味そのまま。これは腹立つな。うわー、やられたな。さあ、気になったお味はありますでしょうか、森脇さん。それを早速飲んでいただきましょう。じゃあ味、コーラいっぺん飲ませてもらっていい？意外なのいきましたね。コーラでプロテイン味っていうのが。そうなんですね。この前オールスター感謝祭の前、あれ飲んだで。あ、モルテン。いったいった、飲みましたか。あの、全部あのハリー杉山君が、はい、ああいうサプリメント、彼もう大好きやねん、プロやねん。全部かあの彼が飲む時間に合わせて俺もあれ飲んだわ。あのハリ君すごいで。お、なんかシュッて言うたで。不祥言いましたよ。あ、美味しいな。美味しいですか。美味しい。全然色もコーラじゃないから。これ何で割った？アクエリアスで割った。いや、水ですよ。あ、水で割ってんの。はあ、美味しい。そんな思うほど、うん、アクエリアスで割ったんやと思うほど美味しい。コーラで十分やわ。ちなみにね、一応言うとくと、ナチュラル味、まあ、ミルク味らしいんですけど、うんうん、ナチュラルっていうのが1位です。2位が、ベリベリベリー味。何やそれ。で、激うまチョコ味が3位ですね。あ、やっぱチョコがそうやねんね。やっぱチョコレート、ね、これは何でしたっけ。キャラメル、溶けも良さそうです ね。すごいよ。昔よう、ダマになったり。そう、もう鼻つまんで飲んだわ。
鼻つまんで。そんなこと絶対ないでしょ、うん、それ見た目は全く一緒ですね、うん、コーラと、うん、それがキャラメルコーヒー味、うん、おいしいキャラメルコーヒーやわ間違いないわ。へえ、なんでもで、このごめんなさいね、このさっきのベリベリストロベリーが第2位なの、ベリベリベリー味が第2位なんで、ちょっと一回いってみます、うん、ベリベリベリー味。この半年間プロテインちゃんと飲んでみようかな。ええんかな、これベリベリストロベリー味、はあ、色違いますね、もうベリベリベリー味ですね。だからイチゴだったり、ブルーベリーだったり、ラズベリー、ブルーベリーみたいな。こんな時代になってんの今。あ、でもいいじゃないですか、イチゴ色っぽいベリー色ですね。うん、あ、これやめられへんで美味しいわ嘘やろ、これでプロテインな、プロテインですよ、ジュースちゃいますからね。だからこれ国内産で、美味しい、質も良くて、うん、溶けも良くて値段も安いと、うん、まあ、まず1回この13種類を飲み比べてみて、はい、その中からいいものをピックアップしてもいいのかなと。今3種類飲ましますが全部おいしい、全部もう全部外れなし、外れなし、こうちょっとやっていこうプロテインも、はい、サプリメントあんまり今飲まへんかったから、だからそういうのも、だからそれでハリーさんに負けてるわけですから、ね、今回よし、そこもまた買っていきましょう。はいじゃあ皆さんね、こういう商品ありますんで、まずここからお試ししていただいて、気に入った味があったらぜひぜひ大きいサイズも狙ってみてください、はい、よろしくお願いします。